しますので。ごめん、おもちゃで遊ぶのもここまで。剣と針の扱いって通じるところがあるでしょうか。私の剣が赤鐘の影をまとう。身の安全に気をつけて。医療シーンに入る。よいしょ。この剣で私を舐めるなよ。指示を聞かせよ。かの者にエレジー、話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。獲物はどれです。はい、静かに。気をつけなさい。この海流は脆弱な命を飲み込みますよ。はい、私のマジックを見てみますか。戦闘と話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。裁断できるというんですか。捕まえましたよ。この剣が復讐を渇望している。好き勝手にはさせません。あなたの考えもアーツも心配しないでください。すぐに落下があります。行け。あ、はい。お話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。戦闘用の服もバッチリ準備してきました。ご命令のとおり、おもちゃで遊ぶのもここまで。手心は加えません。戦闘用の服もバッチリ準備。針の糸を通すように。つく。はい、また捕まえましたよ。勝利でしたね。あなたはいずれきっとどんな弱小生物よりも優れた方になるのでしょうね。